今回は、噛みつき、指差し、写真、という話を紹介します。ではどうぞ。私の家は、昔は陰陽師、拝み屋、みたいなことをやっていて、名字も特殊だったりする。なぜか女にしか強い力がつかないから、昔から珍しいことに当主は女ばかり。でも最近はいろいろな血が混ざってしまって、払えるのは祖母だけになってしまって、昔の形はとうに薄れてしまったので、父も含め祖母の息子は普通の仕事についてる。だけど、なぜか珍しく力を持ってしまって生まれたのが私。何代目かわからないけど、強い力のある人の命日に生まれたせいだと、祖母に言われました。そんな家だったことや私の力のために、幼い頃は毎日のように怖い思いをしました。それに、割と霊というのは波長が合わないと見えないもので、クラスメイトは当たり前ですが、両親にまで嘘つきと言われていました。そんな時代でしたから、ある日いじめられ、祖母に絶対行くなと言われていた、廃墟のような神社の社に、閉じ込められてしまいました。きっと名前を出すだけで泣いていた私を、面白がっていたんでしょうね。入って数十分、ただただ出してほしいと叫びましたが、不意に外から聞こえていた、いじめっ子たちの声が止んでしまいました。不意にひんやりとした空気が、私の方をかすめました。不思議と、気持ち悪いという感覚はありませんでした。振り向いてはダメだよ。中性的だけど、鈴のような綺麗な男性な声だったような気がします。そして彼は、私の祖母の言いつけで伸ばしていた、長い髪に触れました。綺麗だ、欲しい。淡々と彼は喋ります。不意に恐怖心を感じました。祖母に、お前の魂は空っぽだから、異質なものにとって栄養になる。だから、お前が食われそうになったその時は、髪を切り与えろ。と言われたのを思い出しました。何度も反響するように、頭の中で、欲しい、という言葉が響きます。震える声で背後のカレイと声をかけました。髪ならいいです。言い終えるか否かの瞬間、背後からクチャーというよだれのような声が響き、次の瞬間首が涼しくなりました。ああ食べられてしまったんだなと思いながら、膝が震え倒れそうになりました。けれど彼の手でしょうか、腰元を支えられゆっくりと下ろされました。私はお化けというようなものに触られたことがなく、少し驚きながらも、体内の熱が奪われていくのがわかります。そのまま眠ってしまったのでしょうか、起きた時、私はいじめっ子の背中にいました。彼らは泣いていて、その声に一瞬気を取られていましたが、背後から足音が聞こえてきました。いじめっ子たちは私を神社から出そうとするとき、扉が開かず、出てきた私が髪が短くなっていたこと、倒れていたことに驚いていたようでした。また、彼らは真っ白いもやのようなものに追いかけられた、という話をしていました。私は早く帰らなきゃいけないと思っていたので、彼らに声をかけようとしたのですが、口が開かないのです。徐々に視力もぼやーっとしてきます。聴力だけが異常に敏感になり、耳元に背後から聞こえる足音が大きくなります。私は思いっきり、私を背負う男子を叩きました。そして背中から降りると、いじめっ子の腕を取り走りました。足音は大きくなります。直感的に、私の視力がなくなったら、私は死ぬし彼らも死ぬと、幼いながらに恐怖を抱きました。私は祖母を頼り、本家とただ田舎道を走っていきました。大きな門がぼやけて見えます。その前には祖母が立っています。なぜか祖母だけがはっきりと見えます。安堵で祖母に向かって走ろうとします。けれど祖母は鬼の形相で叫びました。あんたが最後に入るように、二人を門に放り込め。私はただただ怖くて、二人から手を離し、二人の背中を押し門へと飛び込みました。そして最後に祖母が入ってきます。中にはいじめっ子二人の母親が、白装束で立っていました。神社に行ったね。祖母が怒鳴ります。視力も声も戻らず、口を魚のようにパクパクすることしかできません。祖母の指先が唇に触れ、次に胸元から取り出した、真っ赤な独特の匂いのする紅が口元に塗られました。不思議と声が出ます。言い訳混じりに言葉を続けましたが、聞いてくれず、いじめっ子を含め、本家のお経で固められた一室に通されます。さっき追いかけてきたのが、神だということ。昔流行っていた神社の神だが、飢饉に陥った際に、生贄を与えてしまったのがきっかけで、病んでしまっている。私は気に入られて、影を食べられている。確かにその時、私の影はなかった。食べられたのは神ではなくて、私が生まれつきつけている神であること。私の視力が戻らないのは、神がついていないから。私は、神がついていなければ三つの時死ぬ子だったこと。今喋れるのは祖母の力で、完全に戻ってるわけじゃないこと。いじめっ子は噛みつきで、神社の神のお気に入りの子をいじめたため、たたられていることを祖母から聞いた。
そして最後に、私に神おろしを行うと口にした。いじめっ子たちの母親が呼ばれたのは、自分の息子たちの代わりの煮えになるためだった。私もいじめっ子も、してしまったことに後悔して泣いていた。そして祖母は、私にまっすぐ向いていった。お前に代わりはいない。お前と同じ霊力の奴もいない。死ぬかもしれない。さすがの私も神は払えない。だから、お前の中にケツを下ろす。いいか、お前の気持ちが横島なものに落ちなければ、きっと大丈夫。私は、あれが自分の中に落ちることが怖くて泣いた。けれど祖母は、今のままなら祖母が死んだ時に食われてしまう。私に下ろさなければいじめっ子も危ない、と言った。そこまで言われると頷くことしかできない。私と祖母だけで門の外に出ることに。私は門をくぐった瞬間何も見えなくなって、倒れてしまった。意識がなくなってからどうなったかわからないけど、起きた時、私の部屋と銘打たれた本家の一番奥で寝ていた。ずっと髪を撫でられてた気がしたが、周りには誰もおらず、起き上がると祖母が入ってきて、ただ一言、いる、と言った。ああ、私の中に入ったんだなってわかった。でも変な感じはしなかった。ああ、髪を触っていたのは彼かとすら思えた。その後一週間、私はみそぎをさせられ、夜になると祖母が寝るまでついていてくれました。その一週間、私は毎日夢を見て、彼の記憶だったのかはわからないですけど、人を食べてしまった日の彼の悲しみが、何度も襲いかかってきた。ただの夢だったかもしれないけど、彼は人間を愛していたんだなと思ったし、私が髪をあげるなんて言わなきゃ、素直に返してくれたんじゃないかって、すごく辛くなったし悲しかった。以上で私についている彼の話はおしまいです。まだまだ変わった話はあるのですが、彼がついてからは少なくなっています。今、私は高校生ですが、いずれ祖母の仕事を継ぐのかなと今は思っています。小学校の頃、海沿いの青少年の家で暮らす合宿があった。近くの神社までの道を往復するという、肝試しをした後、あとは寝るだけという時間帯がやってきた。怖い思いをした直後の妙なテンションのせいか、僕らは男女合わせて8人のグループで、建物の1階の奥にある談話室に集まった。消灯はついさっきのことだったので、まだ先生が見回りに来る可能性があったが、見つかったらその時だ、と開き直っていた。なぜならその中に一人、怪談話の得意な奴がいたのだ。普段は目立たないのに意外な才能というのか、とにかく彼の話す怖い話は、トツトツとした語り口と相まって、異様な雰囲気を作り出していた。僕らは夢中になって彼の言葉に耳を傾けた。いや、その場から離れられなかったというべきか。畳敷きの談話室は、背の低い本棚が壁際に並んでいるだけで、その本棚に、車座になった僕らの影がゆらゆらと揺れていた。エンジンの真ん中に、彼がろうそくを立てているのだ。いつもは体育の授業も休みがちで、青白い顔をして、教室の隅でじっとしているイメージの彼が、その時は僕らを支配していた。誰も、もう寝ようなんて言い出さなかった。一人で部屋まで戻れと言われるのが怖かったのだ。淡々と話は進み、女の子たちの顔が次第にこわばっていくのが分かった。男の子の方も、半ば強がりで次の話を早くとせがんでいたが、それも恐怖心を好奇心にすり替えようと、自分を騙しているのに違いなかった。ふっと話が途切れ、部屋の中に静寂がやってきた。彼はちょっと休憩というように手を挙げ、持ち込んでいた水筒に口をつけて喉を動かしている。スン、と誰かが鼻を鳴らし、連鎖するようにスン、スン、という音が静まり返った談話室の中に流れた。そんな空気に溜まりかねたのか、男の子の一人が無理に明るい口調で言った。こんなゲームしようぜ。みんな目をつぶって、今幽霊がいそうなところを、同時に指さすんだ。そんなことを言い出したその子に、男の子も女の子も戸惑ったが、面白そう。という彼の一声で、やらざるを得ない雰囲気になってしまった。じゃあつぶれよ。言い出しっぺの子がそう言って、僕もいやいや目を閉じた。急に自分の心臓の音が大きくなる。もう指さした？そんな声が聞こえ、慌てて適当に指を刺す。いそうなところを感じたわけじゃない。なんだかそれを感じようとするなんてことは、しない方がいい、と思ったのだ。目を開けろ、という声が聞こえて恐る恐るまぶたを開く。キャッという短い悲鳴がした。ほとんどみんなバラバラの場所を指さしていたが、その中で女の子が二人、ほとんど同じ方向に指を向けていた。やだー、なんてふざけて見せているが、声が震えているのが分かった。次の話？と彼がボソリと言って、肩を少し突き出す。僕らはろうそくの火に顔を近づけた。車座が小さくなる。また彼の寒気のするような話が始まり、なぜか不思議な余韻の中で終わる。息をつく音がそれぞれの長さでかすかに聞こえる。
また幽霊がいそうなところを指さそう。同じ男の子が言った。ああいいよと強がって別の子が目をつぶる。他のみんなも釣られて目を閉じた。少なくともこの僕は、一人だけ目を開けているのが怖かった。じゃあ目、開けて。そう言われて目を開けると、今度は男女のペアが同じ方向を指さしていた。僕は思わずその白い壁から視線を逸らせる。何か見えてしまう気がして、その後も彼が一つ話をするたびに、この霊感実験のようなゲームは行われた。ゲームを言い出した本人も、血の気の引いたような顔をしている。けれど誰もやめようとは言わない。全員が抜け出せない繰り返しの輪の中に、囚われてしまっているようだった。そしてやがて気づき始める。指を指す方向が、だんだんと揃い始めていることに。目を開くたびに息を呑む音がして、みんなの視線がそちらに向く。今度は4人がほぼ同じ方向の窓を指さしていた。厚手のカーテンがしてあって、外の様子は覗けない。きっと外からも、ろうそくの小さな明かりは見えないだろう。へへへ、と誰かが照れたような笑い声を漏らした。誰も窓の外、カーテンの向こうを確認しようとはしなかった。みんなそちらから、ぎこちなく視線をそらすだけだった。次の話？と彼がまたひっそりと言った。その彼が喋り始めてすぐに、今までの階段とは違うことに気づいた。真夜中に子供たちが集い、霊のいる場所を当てる指差しゲームをする話だった。まるで僕らのことのようだ。1話2話と話が進むにつれ、だんだんと指は揃い始める。2人、3人、4人、5人。そして最後の話が終わった時、全員の指が同じ場所を向いた。そこで彼の話は終わった。はずなのに、みんな息をつかない。これからその続きが始まるのだ。目をつぶって、と彼は言った。誰も逆らえなかった。僕の前にはろうそくの揺らめきだけが闇の中、かげろうのように残っている。僕らが沈み込むように丸く座っている談話室の、あらゆる方位が、ぐにゃぐにゃと動いているような気配がある。どこを指さしても、とても嫌な場所を指さしてしまいそうな予感がした。震えながら、手が動く。目を開けて、と闇の中から声が聞こえた。そして僕たちは、全員が同じ方向を指さしているのを見た。大学1回生の春だった。僕は大学に入って早々に仲良くなった先輩と、二人きりで心霊スポットを訪れていた。その人は怪談話の好きだった僕が、全く叶わないほどの、怪しい知識を持っている怪人物で、僕は彼を師匠と呼び、行く先々について回っていた。この世には、説明のつかないことがあるものだな。山鳩の声が彼方から聞こえる暗闇の中で、小さなランプが僕らの顔を照らしていた。僕のとっておきの体験談を聞き終えて、師匠は一言つぶやいてうなずいたきり反応しなくなった。何も言ってくれないと怖さが増してくる。今いるここは人里を離れ、山道をくねくねと登ってようやくたどり着く、打ち捨てられたようなプレハブ小屋だった。いろいろな資材らしきものが散乱し、荒れ放題に荒れていたが、中は広い。ブルーシートの埃を払ってその上に座っていたが、何もない空間が体の外側に張り付いて、無性に冷える。心霊スポットに居座って、怪談話に興じるという無茶を、よくやれたものだと思う。話している最中から変な気分だった。ここには二人しかいないはずなのに、もっと多くの気配が、聞き耳を立てているような気がしていた。その、指差しゲームは初めてだったんだな。ようやく師匠が口を開いた。そうです。多分、みんなも。それがどうかしましたか？師匠は目を細めながら口元を緩めた。最後、みんながどこを指差したか、当ててやろうか。驚いた。そして同時に、談話室の中の詳しい様子を説明してないんだから、わかるはずはないと思った。お前の話だけでわかる。師匠はさも当然のように言い切った。僕は少し緊張する。わかるはずはない。けれど、不気味な雰囲気の漂う夜のプレハブ小屋の中では、その確信が揺らぐ。ランプの周りを飛ぶ小さなハムシの音を聞きながら、暗闇に浮かび上がる顔を見つめる。全員、その怪談話をした、彼、を指さした。そう言いながら師匠は、僕の眉間のあたりに指を向け、ついでその指を隠すように握り込む。と、言いたいところだが、違う。なぜなら、と続ける。お前は一度も、そのゲームを真剣にやろうとしていない。霊の気配を探すなんてことは、恐ろしくてできないからだ。むしろ、自分の指がそんな場所を指すことを恐れている。他の人と同じ方向を指さしてしまえば、本当にそこに霊がいるような、恐怖心を抱いてしまう。そう思っている。だから逆に何もない場所を指さなくてはならない、という脅迫観念にとらわれてしまうことは、想像に難くない。そしてそれはゲームが進むにつれて、その場のみんなの共通意識になっていった。師匠の言葉は、揺らぎのない不思議な自信に満ちていた。最初に女の子二人の指が揃った後、多分みんなこう思った。
もう一度、あの方向に揃うのは怖すぎる、と。だから意識的に、あるいは無意識にその方向を避けた。そしておそらくその方向から全く離れた場所、例えば反対方向に、たまたま別の男の子と女の子が指を揃えてしまう。そしてみんなは思う。あそこもダメだ、と。また、指をさせる方位が減る。自然、次に指が揃う確率が上がる。繰り返せば繰り返すほど、と文字を書くように、指を虚空に走らせながら、師匠はプレハブ小屋の中を見回す。そして、彼、が今の自分たちの置かれた状況と、そっくりな階段を始める。これは反則だ。どんなに怖くてもお話の中、というフィルターが外され、階段が現実を侵食し始める。子供たちの心が、恐怖で満たされていったことは間違いない。そうして、たった一つの脅迫観念に支配される。次は絶対に、他の人と同じ方向を指さしてはいけない、と。まして彼の語った階段の結末である、全員が同じ場所を指すなんてことは、絶対にあってはならない。師匠は指を下ろし、そのまま頭を垂れた。だから、みんな目を閉じたまま考えた。絶対に他のみんなが指ささない場所。そんな方向に霊がいるはずがない場所。いそうだなんて、思いつかない場所。不意に寒気がした。まさか、師匠には分かってしまうのか？そこは、その談話室は、1階にあった。だから、師匠は顔を上げて右手を突き出し、その人差し指をゆっくりと真下に向ける。みんな、下を指さした。その言葉を聞いた瞬間、頭の中に鮮明な記憶が蘇った。女の子の悲鳴。男の子の悲鳴。バタバタとどこへともなく逃げ惑う足音。全員の指が下を向いた時、僕は得体の知れない金切り声を、耳元で聞いた気がした。背中に重くて冷たい液体が、流し込まれたような気がした。とにかくその場を離れようとして、誰かにぶつかった。転んだ僕の目に、ろうそくの前で驚愕の表情を浮かべて硬直する、彼の姿があった。やがて談話室からわめきながら数人が飛び出していき、その騒ぎを聞きつけて先生が寝巻き姿で走ってきた。僕らは散々に怒られ、一発ずつビンタを頂戴した。特にろうそくを持ち込んだ彼は、先生の部屋に担がれるように、連れて行かれてしまった。怪談話をしていた時の、落ち着き払った態度は消え失せ、ごめんなさいごめんなさいと泣きわめいていた。よく、わかりましたね。そう言うしかなかった。改めて、この人はすごい人だと思った。おそらく、全員の指は厳密にはバラバラだったはずだ。自分の真下や、畳の上のどこか、いずれにせよそれまでに、二人以上が同じ方向を指さしてしまったようには、揃っていなかったと思う。でも目を開けて、他の子の指が向いている方向を見たとき、みんなの意識は、下、という、その記号だけを認知していた。そう指摘されて初めて気づいた。確かに、指は揃っていなかった。なのに、揃った、と錯覚していた。思い込みの強い子供に、そのゲームは酷だったな。師匠は口元だけで笑った。僕は左腕をさすりながら肩を縮める。あの恐怖体験に、そんな心理トリックが隠れていたなんて、ふと、頭の中にかすかな引っかかりを覚えた。あれ？だとすると変だ。この世には、説明のつかないことがあるものだなって、言いませんでしたか。僕の話を聞き終えた後、確かに師匠はそう言った。しかしその直後、見事に心理的な説明がついてしまった。あの時には、すべて飲み込んだ言葉のように聞こえたのに。なんだかあっけない。誰が、その話のうちのことだって言った？師匠がゆっくりと言葉を吐く。その瞬間、ぞくりと肌が泡立った。ランプの炎明かりの中で首を巡らせて、蜘蛛の巣が煙のように覆っている。小屋の四隅に視線をやりながら、師匠は語り始めた。ここは、倒産した土建会社の資材置き場だったらしい。それがどうして心霊スポットになったのか、まだ話してなかったな。まあ、あっさり言うと、社長がここで首をくくったんだ。そこの柱にネクタイを巻きつけてな。ランプをそちらに向ける。何かおぞましいものでも見たように、僕は思わず身を引いた。で、その後夜中に小屋の前を通ると、窓の内側に誰か立ってるのが見える。って噂が立った。その窓の向こうの人影は、異様に首が長いんだと。死んだ社長が浮かばれない自爆霊になって、今もこのプレハブ小屋の中を、さまよってるっていう話だ。ところが、と師匠は一泊置いた。社長が首をくくった理由を辿っていくと、面白い別の噂に突き当たる。カタン、とランプを置いて立ち上がった。ブルーシートから出て、地面の上を円を描くように歩き始める。土建会社が倒産したのは、資金繰りが悪化して不渡りを出したからだが、その資金繰り悪化にとどめを刺したのが、ずさんな設計で始まった地元の自治体の公共工事を、最低制限価格ギリギリで落札してしまったことだ。
設計の通り行おうとする限り工期は遅れに遅れ、自治体の担当と、カンカンガクガクのやり取りを繰り返しながら、キャッシュフローが目に見えてよどんでくる。なんとか工事は終え、自治体からの支払いも完了したが、その頃には土建会社としての足腰は、ボロボロになっていた。そしてその1年後に倒産、という流れになるんだが、実はその公共工事の最中に、ある事件が起こっていた。二人と首相は足を止める。基礎工事をするために、地面を掘り返していた時のことだ。現場監督と数人の作業員が、土の下から、何かの異物らしきものを見つけてしまった。通常、貝塚やら古代人の遺構なんかの、異物を見つけた者には、教育委員会に報告する義務が生じる。しかし、これが工事をする会社には厄介な代物で、一通りの調査が終わるまでは、工事を中断せざるを得ないし、場合によっては、工事そのものが中止されることもある。体力のない中小の土建会社にとっては、死活問題だ。だから、その報告を現場監督から受けた社長は、異物発見の事実を隠すことを指示した。そしてその掘り起こされた異物は、密かに別の場所に運び込まれ、埋め直された。もちろんその土建会社の私有地だ。すぐ後で、その土地の上にまるで覆いをするように、プレハブ小屋が建てられる。資材置き場として使われていたが、やがて土建会社が倒産の浮き目に遭い、社長はそこで首をくくって死ぬ。つまり、ここだ。首相は静かに言った。空気の流れがほんの少し変わったのか、小屋の隅に積まれた藁の束から、吸えた匂いが漂ってくる。続々となんだかわからない寒気が、足元から這い上がってきたような気がした。一体、掘り出してしまったものは何だったのか、それは伝わっていない。この噂自体、工期を動かしていた作業員からのまた聞きで、土建会社の元従業員たちの間で、密かに囁かれていたものらしい。ただ、会社の倒産も社長の死も、その異物の呪いによるものではないか、と噂されている。見つけてはいけないものを見つけてしまい、それをもう一度埋めてしまうなんていう、とんでもないことをしたからだと、社長が首をくくったのが本社や他の施設ではなく、この山奥の資材置き場だったなんて、それだけで因縁めいているじゃないか。師匠は柱のそばに立って、それを撫でた。社長がネクタイを巻きつけたという柱だ。そしてその社長の霊が、未だにここに囚われているというのも、底知れない、暗い重力のようなものを感じさせる。さっきから、遠くなったり近くなったりしながら、耳鳴りのようなものがしている。僕は耳を塞ぎ、叫びたくなるのを必死でこらえ、それでも師匠の口元から目がそらせない。何かが立ち上ってくる。目に見えない何かが。お前は、このプレハブ小屋にまつわる話を、全く聞いてない段階で、特にお題もなく怪談話をするのに、わざわざその小学校の頃の体験談をした。まるで選んだように。だから、言ったんだ。この世には、説明のつかないことがあるって。師匠は足音も立てず、僕の前にもう一度座った。さあ、目を閉じて、指を誘うか。大学2回生の春頃、オカルト堂の師匠である、先輩の家にフラッと遊びに行った。ドアを開けると狭い部屋の真ん中で、何やら難しい顔をして写真を見ている。何の写真ですか？心霊写真。ちょっと引いた。心霊写真がそんなに怖いわけではなかったが、問題は量なのだ。畳の床中にアルバムがばらまかれて、数百枚はありそうだった。どこでこんなに、と問うと、業者、と写真から目を離さずに言うのだ。どうやら大阪にそういう店があるらしい。お寺や神社に持ち込まれる心霊写真は、もちろんお払いをしてほしいということで、依頼されるのだが、大抵、処分もしてほしいと頼まれる。そこで燃やされずに横流しされたものが、マニアの市場へ出てくるという、信じられない世界だ。何枚か手に取ってみたが、どれも強烈な写真だった。もやがかかってるだけ、みたいなあっさりしたものはない。公園で遊ぶ子供の首がない写真。海水浴場でどう見ても水深がありそうな場所に、無表情の男が、膝までしか浸からずに立っている写真。家族写真の中に、祭壇のようなものが脈絡もなく写っている写真。俺は恐る恐る師匠に聞いた。お払い済みなんでしょうね。きちんとお払いする坊さんやら神主やらが、こんなもの闇に流すかな。そういうことで。出て行こうとしたが、師匠に腕を掴まれた。いやぁ、この部屋にいるだけで呪われそうだ。雪山の山荘で名探偵住人と遭遇したら、こんな気分になるだろうか。関連した俺は、部屋の隅に座った。師匠は相変わらず、眉間にシワを寄せて写真を眺めている。ふと、目の前の写真の束の中に、変な写真を見つけて手に取った。変というか、変じゃないので、変なのだ。普通の風景写真だった。師匠、これは？と見せると、ああ、これはこの木の根元に女の顔が、あれ？
ないね。消えてるね。まあ、そんなこともあるよ。って、言われても。怖すぎるだろ。俺は座りしょんべんをしそうになった。そして部屋の隅でじっとすることしばし。不意に師匠が言う。昔は真ん中で写真を撮られると魂が抜けるだとか、寿命が縮むだとか言われたんだけど、これはなぜかわかる？真ん中で写る人は先生だとか上司だとか、年配の人が多いから、早く死にやすいですよね。昔の写真を見ながら、ああこの人も死んだ、この人も死んだ、なんて話してると、自然にそんな噂が立ったんでしょうね。じゃあこんな写真はどう思う？師匠はそう言うと、白黒の古い写真を出した。どこかの庭先で着物を着た男性が3人、並んで立っている写真だ。その真ん中の初老の男性の頭上のあたりに、もやのようなものがかかり、それが顔のように見えた。これを見たら魂が抜けたと思うよね。確かに。本人が見たら生きた心地がしなかっただろう。師匠は、たまげたとかそういうくだらないことを言いながら、写真を束の中に戻す。魂が取られるとか、抜けるとかいう物騒なことを言ってるのに、即死するわけじゃなくて、せいぜい寿命が縮むっていうのも変な話だよね。なるほど、そんな風に考えたことはなかった。昔の人は、魂には用があって、その一部が失われると考えていたんだろうか。そういうことになりそうだ。じゃあ魂そのものの霊体が写真に撮られたら、どういうことになる？それは心霊写真のことですか？身を切られるように辛いでしょうね。と、くだらない冗談で返したがよく考えると。でもそれは所詮、昔の人の思い込みが土台になってるから、一般化できませんよ。俺はしてやった、という顔をした。すると師匠はこともなげに言う。その思い込みをしてる昔の人の霊だったら？どういうことになるんでしょうか？取り返しに来るんじゃない？師匠は囁くような声で言うのだ。やめてほしい。そんな風に俺をいびりながらも、師匠はまた難しい顔をして写真を睨みつけている。部屋に入った時から同じ写真ばかり、繰り返し見ていることに気づいた俺は、地雷と知りつつ、何ですか？と言った。師匠は黙って2枚の写真を差し出した。俺はビクビクしながら受け取る。うわ、と思わず声を上げて目を背けた。ちらっと見ただけで、よくわからなかったが、猛烈にヤバい気がする。別々の場所で撮られた写真に、同じものが写ってるんだよ。確か。師匠はリストのようなものをめくる。あった。右側が千葉の浦安で撮られた、ネズミの国での家族旅行写真。もう一つが、広島の福山で撮られた街角の風景写真。ちなみに写真に関する情報がついてた方が、高い値がつく。と付け加えた。もちろん撮った人も別々。4年前と6年前、たまたま同じ業者に流れただけで、背後に共通項はない、と思う。俺は興味に駆られて、薄目を開けようとした。その時、師匠が、待った、と言って俺を制し、窓の方へ近づいていった。夜になった。また難しい顔をして言う。何を言い出したのかとドキドキして、写真を伏せた。師匠が窓のカーテンをずらすと、外は日が完全に暮れていた。確か来たのは5時くらいだから、そろそろ暗くなってきてもおかしくないよな。そう思いながら、腕時計を見る。単身は9を指していた。え？そんなに経ってんの？と驚いていると、師匠が唇を噛んで。まずいなぁ。実にまずい。とつぶやき。何時くらいだと思ってた？と聞いてくる。6時半くらいかな、と。確かに時間が過ぎるのが早すぎる気もするが、それだけ写真を見るのに、集中していただけとも思える。僕は正午だ。それはありえないだろ。しかし師匠の目は笑っていない。何かに体内時計を狂わされたとでも言うのだろうか。師匠は、今日はここまでにしようか。と言って肩をすくめた。俺もなんだかよくわからないけれど、自分の家に帰りたかった。部屋中に散らばった写真を片付けようとして、さっき伏せた2枚の写真の前で手が止まる。同じものが写っている、と言った師匠の言葉も気になるが、見ない方がいい、という第六感が働く。その時、師匠が妙に嬉しそうな顔をして、床の上を見回した。人間には、無意識下の自己防衛本能ってやつがあるんだなぁ、と実感するよ。何を言い出したんだろう。動物園って何するところ？話が飛びすぎで意味がわからない。動物を見に行くところだと思いますけど。確かに、僕らはお金を払って動物園に行き、それぞれの檻の前に立って中の動物を見て歩く。しかし動物からするとどうだ。檻の中にいるだけで、色とりどりの服を着た猿たちが、頼みもしないのに次々と姿を見せに来る。動物を心霊写真に置き換えればいいのだろうか。なんとなく言いたいことが分かってきた。床を見ながら、師匠は独り言のようにつぶやいた。闇を覗く者は、等しく闇に覗かれることを恐れなくてはならない。ニーチェですか？いや、僕だ。師匠はどこまで本気か分からない顔で、床に散らばった写真を指さした。
どうして伏せたんだ？それを聞いたとき、心臓がドクンとなった。さっきの2枚だけではない。無数の写真の中で、何枚かの写真が伏せられている。全く意識はしてなかった。全く意識はしてなかったのだ。写真はすべて表を向いていたはずなのに、僕が伏せたんだろうか。寒気がして全身が震えた。怪物を倒そうとする者は、自らが怪物になることを恐れなくてはならない。やっぱりニーチェじゃないですか。俺はそういう気力もなく、怪物を倒すどころか写真をめくる勇気もなかった。話は以上となります。コメントをしていただけると、動画制作の励みになります。チャンネル登録と高評価もお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。